はい、つもりの坂です。今回です、今回ね、こちらドン、はい、スティーズ・スターリン・ツインの、インプレをしていこうかなと思います。はい、今ね夕方なんですけど、今日ね一日ちょっと釣り行ったんですけど、朝ねいいの釣れて2本なのに動画が飛んでたということでこの動画も撮れてるかちょっとわかんないですけど、まあ、そんな感じで、はい、ちょっと帰りにね、フラッと寄ってインプレを撮って帰ろうかなと思って今回やっています。はい、結構ね悩むんですよこれ、あの動画データ飛ぶっていうのは。まあそれはいいとして、まあ、今回ね台場から出た新しいスティーズ・スターリン・ツインのインプレをしていこうかなと思います。はい、台場が出したやつですね。はい、これね今年の2020年新製品なんですけれども、まあ、結構高比重系だったりいろんなねこう台場の製品って安くて、いいものっていうのが結構多いんですけれども、まあここにもあの台場のねこのギルネードとかいろいろあるんですけれども、その中でこうワーム系の中でも非常にこれ気になってた4つの一つです。はい、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、なんかちょっと特殊な形状してますよね。はい、なんでこの辺ね高比重系どう違うのかとか、まあ各種ちょっと前に出してねヤマタヌキだったりとか、まあ、そんなもろもろで僕もいろんなね高比重系も使ってきてるので、その違いだったりとかこういう用途で使うのかなっていうところをちょっとねちょっと掘り下げてやっていこうかなと思います。ぜひねこれね安いんですよ。何ぼだったっけ、めちゃくちゃ安いです。確か600円ぐらいか。スティーズシリーズって台湾の中でも意外と高いんですけれども、結構ね低価格帯で抑えてるので非常にリーズナブルで買えるんじゃないかなと思ったものなので、まあ、実際ねちょっと高比重好きだとか、もしかして特殊なもの欲しいなとか、どういうこれちょっと気になってるか、どういう動きなのかなっていうね、何か少しでも参考になればなと思っております。バスルジャパンチャンネルでは各種ルアーの使い方、季節ごとのバスル、こんな感じで、新製品のレビューだったりとかバスル関係の動画をね投稿しています。ぜひ最新動画を見逃さないようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、では早速やっていこうと思います。はい、こちらね、ブラックエビ味噌の今回カラーですね。インチとしては 3.2 インチになっております。5パッケージですね。 1,2,3,4,5 個入っておりますという感じです。推奨フックがね3040っていう紙を書いてますね。グローブライドさんで台場です。はい、ちょっとでも開けてみようと思います早速。はい、こんな感じですね。ドンと、おー、ブリスターではないけどちょっと厚みのあるパッケージに入ってるかなっていう感じですね。で1個取り出します。ほー、なるほどね。素材感的にはあんまりね硬すぎないで柔らかすぎない、結構柔らかいですね意外と。まあ、こんな感じ、まあ、こっちでいくとこんな感じなんで、多分ね思いっきりこう何かこうカバーだったりとか何かしら魚とか、まあ、何かしらねこうガッてなった時はちぎれるかなという感じはします。なんで山タヌキとかと比べるとかなりこうちょっとソフトな感じかなと思います。まあ、例えば、まあ、ちょっと今こう目の前にマグナム2ウェイがあるけど、マグナム2ウェイとかと比べるとまあこれぐらい差があるかなと。はい、あとはねまあまあ、ギルネードギルネードと比べても仕方ないですけど、まあ、ギルネードと、ね、同じぐらいのサイズなんで意外とコンパクトなんで、まあ、魚もねしっかりこう選ばずという感じかなと思います。なんでこれねバックスライド系なのかちょっとそういうところもね実は正直あんまり下調べしてないです。なんで今回ちょっとねちょっとやってみてどうなのかってところやってみようと思います。はい、自重ですね。自重だけちょっと測っていこうと思います。自重が12g あるんでノーシンカーで結構低価格にいけるんじゃないかなと思います。じゃあ早速やっていきます。タックルなんですけどこちらね19アンタレスに今回ねちょっとね復活しました。これグラディエーターバンディエラ、はい、これちょっとガイドをね今回お願いしてつけてもらいました。自分でやろうと思ったけどとてもじゃないけど不器用すぎてできなかったんで、はい、今回、ね、やってもらいました。6号の MH ですね。ファストテーパーミディアムヘビーの竿でございます。これねショートロットで僕すごい気に入ってるんで代わりバンデなんですけど、はい、でこれやっていこうと思います。早速ねやっていこうと思うんですけど、服はねナローゲープでもワイドゲープでもどっちでもいけそうな感じですね。ちょっと服ケースね新しくしました。前から持ってたやつなんですけど、まあ、インフィニの40とかいいかもしれないですね。流儀の、まあ、ワイドゲープだけど、まあ、高比重系ではあるので、で針の位置なんですけど、まあ、普通にこっちにスリットがあるんで左右非対称ではないかな、まあ、ほぼ一緒かな多分。まあまあまあとりあえずこの上が黒だと考えてやっていこうかなと思います。あ、40のフックでも結構ギリチョンですね。ギリギリいけるかなっていうか、こんな感じです。はい、こんな感じでございます。じゃあこれでやっていきます。はい、じゃあ早速やっていこうと思います。こちら、スティーズスターリンツインですね。はい、こんな感じウサギの耳みたいな感じにこうなっておりますという感じです。はい、まず重さなんですけど 12g なんでしっかり、重さもあるし、ちょっとねこう振り子みたいな感じで多分飛ぶと思うんで、まあ、よく飛ぶかなと。ブレーク設定は普通に、普通にサイズでこっちでマックスかけて中はフル開けぐらいで、はい、OK です。まあ、飛距離申し分ないですね。まあ、今まで使ってたヤマタヌキとかカワスキャとか、まあ、あの辺に比べてもしっかり飛んでくれるなっていう印象ですね。はい、飛距離は問題ないです。あ、そう、 3.2 インチなのでサイズ感としても非常にコンパクトなので、まあ、サイズ選ばずいけるかなと。まあ、スキッピングとかに関しても、あ、いいですね。スキッピングもすごい決まりやすい。はい、問題ないです。でもちろんピッチングとかに関しても特に
うん、ピッチングでスキッピングもできるんで問題ないかなと思います。まあ、非常に扱いやすいんじゃないですかね。まあ、普通のバーサタイルタックルでもいけると。まあ、ベイトフィンネスとかでもね使えないこともないかなと。であとフォールスね、問題はどんな感じなのか。わいいな、ほー、あのね今一応こうセッティング、これで楽しいのか分かんないですけど、こっちの頭ガスね、このテールがついてない側につけるとこうふわふわふわっとこういう感じで水平フォールで落ちてくれます。もちろんこれフックセッティングによっても大きく変わると思うので、今のこのインフィニの40でワイドゲープをつけてる感じだとそういう感じでございます。投げて投げてフォールで、しかもフォールもねこうラインスラックシュッてこう走ってるんで、あのしっかりある程度推進があっても、使えるかなと思います。操作感を持ってね、でふわーっとしてくれて、だ結構ねあの動画というかこれ買う前に、まあ、気になった時に調べた時は擦れたところに効くよみたいな感じで、そういう歌い文句でね出てました。はい、なのでまあそういうちょっと特殊的なものではあるけど、要するに今までその昨今ねいろんなワームがある中で、特徴が、まばらな中でどう使っていくのかってところをこう意識して作られたものかなと思っています。はい、で今ね使ってたらこれフォール、まあこうパッとするんですけど、した後のこのねちょっとラインをパンと弾いた時の滑り込み、スンっていうね、やっぱ水を受ける抵抗値っていうのがそこまでないので、こうピューンっていう感じのね弾き方をしてくれます。これはねなかなかないかなと思います。結構ねやっぱ抵抗値あるものがコーヒー受けって多いと思うので、最近で言うとどっちかナメクジワームみたいな、レイサムかなで出してナメクジワームに結構近い感じのような気ます。まあフォールがやっぱ独特ですね。すごいこういうアトランダムなというか、こうちょっとね震えながら落ちてくれるっていう感じです。でボトムまで行って、ボトムで着底してからこう跳ねると、こう上にピュンってみたいな感じに跳ねてくれるっていう感じです。でボトムでの着底姿勢っていうのももちろんね、このちょっと両方に倒れる感じではあります。でも着底姿勢っていうのはそんな綺麗ではないけど、普通に使っていけるんじゃないかなと。ボトムジャークみたいなのもできるのかな。ああボトムジャークとかできないですね。なんで普通にこう飛ばすとかフォールで食わせるとか、まあそんな感じで使ってあげるのがいいかなと思います。はい、まあ用飛びますとりあえず。まあ後でね水中とかちょっと撮ろうと思うんですけど、結構ね独特な動きをしてくれます。意外とありそうでなかったなという印象ですね。はい、でまあ投げてよし、フォールさせてよしっていうところは、コーヒー受け処置してのその部分はトータルでバランスがすごいいいなと思います。じゃあちょっとバックスライドセッティングしてみようと思います。まあ、もちろんねこれ発売してもすでにちょっとね日が経ってるんで、もう疲れていい魚取られてる方もおられると思うんで、ぜひそういう方はねコメントで教えていただけると嬉しいです。なんでもういろんなねコーヒー受験ワームあるんで、その中でちょっと特徴を出したりとか、逆に特徴出さないとかね、そういうところでこういうのは使っていけるんじゃないかなと。まあ何より安いですね。はい、こんな感じ。バックスライドセッティングにしてみました。バックスライドするのかな、いきます。おお、ちょっと待って、針のセッティングが悪いかな。針今若干曲がって刺したんで、うん、40のフックだともう50とかは絶対刺せないですね。じゃあちょっといきます。うわー、いいっすよめっちゃいいっすよこれ。バックスライドが正しいのかな基本的に。すいません、そういうちょっと細かいとこ調べてなかったんですけど、あのフォールの時にさっき水平フォールの時はこういう感じの落ち方をしてくれてたんですよ。それがバックスライドになるとこのままこうふわふわっとこうちょっとねこういうしながら、まあ、ブルフラットとかのこういうちょっとね木の葉型みたいな感じの床だってあると思うんですけど、あれのバックサイドバージョンで落ちてくれると、ふん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 みたいな、ね、フォール速度っていうのもかなり遅いです。例えば、種類的に言うとファットイカとか、まあ、あれとかより全然遅いし、あとはバギークローとか、バギークローとかよりも遅いですね。ブルースライドとか、まあ、その辺が結構近いかなと。でその中でこうスライドしながら、なんとかスライドっていう名前がつきそうな感じのイメージですね。まあボトムアップとかからね、ハリースライドが今年だと出ると思うんですけど、なんかそういうね類と結構近いかなと思います。ふう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 と、多分この両手のパーツがうまく水を受け流してくれて泳いでくれるという感じですね。ふーんと落ちて、でもちろん着底してからの、さっきもちょっとアクションしたんですけど、ちょっとこうまあバックサイド系でこう送り込んでフォールさせて見に行ったりとかして、こう弾いたりとかするとこの手がね、要するにブーンみたいな感じで泳いでくれるの で魚にとって非常にこうアピールしてくれるんじゃないかなという感じですね。ファンファンファンと落ちていって、そこからこう弾くとブル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 ンって感じで落ちて、こうちょっと反り立つようなフワンって上がって、でフォーと落ちると、
まあ、さっきのねノーマルセッティングの時にやっぱ弾いてこう飛ぶようなイメージがあったんですけど、そのボディ形状を生かした上でバックスライドからのスライドを出せるっていうね、非常にまあ特殊ですね。まあ、バックスライド系はもちろん多種多様いっぱいあると思うんですけど、結構ね送り込むこのなんかボールの遅さと角度とスライドの感じっていうのは非常にねありそうでなかったなと、まあ、要するにそういうなんていうの擦れたバスに効くよっていうのは多分こういうところなんじゃないかなと思いますね。まあ、カバーに対して自分もちょっとキッピングで送り込んで、糸出してフォールさせて、今またフォールで着底したので、ここからちょっと待ってあげてペンペンと弾いてもう一回テンション抜いてふわっと落とすみたいな、まあ、使い方をしていただければ非常にいいんじゃないかなと思います。うん、なるほど、いいですねこれ。3点認知というこのサイズ感とバックスライドと普通の水平フォールを刺したいんであればノーマルセッティングの状態でいいと思います。もちろん針のセッティングでも細かくすると変わってくるとは思うんですけど、まあ、非常にいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、基本的にこれぐらいのセッティングかな。あとまあネイル打ってあげることでフォールを速くするとかそういうこともできると思うし、あとはまあその逆付けですよね。逆付けでこのヘッドを例えばあの前回の山田抜きの時もしましたけど、フットボールヘッドみたいにするとこの手パーツがねバタバタンと落ちるような感じ。まあ、それだけやってみましょうか。これバウヘッドですね。まあ、直リグとか、まあ、これ直リグか、まあ、直リグでもいいや、直リグでちょっとやってみましょうか。またこれ特性は違うと思うんですけど、わざわざバウヘッド持ってなくても直リグシンカーは持ってるよって人もね多分おられると思うんで、その辺でのこう違いが出るかなとちょっと思います。バックスライドじゃなくてこっちですね。こっちの、手のパーツ後ろに出る方が多分いいと思うんで、今ちょっと使ってて張り持ちもそんなむちゃくちゃ悪くないですね。かといってでもむちゃくちゃいいわけではないので、ある程度こうガシガシ使ってあげると避けちゃったりとか、ちょっとフックのポイントから ずれちゃうとかいうことはあるかなと思います。はい、こんな感じ。直リグですね。はい、これ多分良さそうだと思うんで、あーストンと落ちて、あーいいですね。やっぱり手のパーツをねすごい独断に活かせるので、もちろん新刊の重さとかでも変わってくるけど、しっかりこう早めにふーんと落として、で着底させてから、このトントンってやってあげるとブン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 みたいな水をすごい叩くようなアクションが出るので非常にいいですね。まあ、例えばこれからどんどん熱くなってカワーとか、ウィードが入ってくる中に対してこれをもう落とし込んであげて着底させて、着底の時のこの立ち姿勢っていうのは結構ね、やっぱコーヒーじゃ倒れ込み早いんですけど、落ちてからブルンっていうのもあるし、そこからワンツーアクションしてフォールさせるっていう方法もできると思います。なので非常にこれもやっぱいいですね。まあ他にもね多分いろいろできるとは思うんですよ。ラバージグのトレーラーに特殊なね、ものにしてあげるっていうこともできるし、まあ、もしくはノーシンカーで両方つけるか、まあ、この3パターンぐらいが一番面白いんじゃないかなと思います。ぜひね皆さんも使われてて、このリグ良かったよとか、こういう使い方あればいいよっていうのがあればね教えていただけると嬉しいです。もうなんか改造とかもできそうですよね。はい、はい、では今回ねこちらねスターリングツインについてのちょっとインプレをしていきました。もう日が暮れてくるんでカメラも撮れないと思うんで外帰ろうと思います。はい、ちょっとなかなかねちょっと投稿が前は毎日投稿してたけど、最近週1、2とかちょっとね店舗忙しくてできないんですけど、まあ、ちょっとねまた頻度もちょっと増やしたらなと思うんで、はい、またよろしくお願いします。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。